熊田です。最近ハマってるのがキングダムの漫画を読むことです。全巻制覇してます。フロントの松本です。最近ハマってるのがコンビニのスイーツを巡ることです。甘いもの大好きです。とちぐ冷やし中華です。新鮮な野菜がたっぷり乗っていますので夏でもさっぱり美味しく食べられるメニューとなっております。栃木県産の豚肉を使った手作りチャーシュー自慢の一品です。とちぐ鉄板焼きです。栃木県産の豚肉を使用した油に旨味が乗ったとても美味しいお肉です。鉄板ソースを手作りしておりますのでお肉にかけてお召し上がりください。いただきます。うわ、いい匂い。うん、すごいいい匂いする。うん、おいしい。麺がもちもちしてるのと、うん、あときゅうりもシャキシャキで夏の食欲ない時も酢のタレでペロッといけます。はい、夏野菜たっぷり、熱々でおいしいです。なんかゴロゴロ野菜も入っててすごい満足しますね。このソースも美味しくてご飯にめちゃめちゃ合います。完食しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バーベキューカフェに来ました。大好き。わーい、ありがとうございます。うわ、卵を塗ってる。うん、本当だ、ね、うん、おいしい。うん、キムチがいいですね。うんうん、味もちょっとさっぱりめだから、うんうん、甘いタレの後すごいすっきりして食べやすい、うんうん、食べやすい。焼いてる間に食べれるのいいですね。うん、スポンジみたいなのからいこうかな。刺しちゃう。ごちそうさまでした。こちらスパイシーチキンバーガーの方を出ししております。2種類のサルサソースが入っており、かなりスパイシーの方も出来上がりとなっております。夏におすすめでございます。こちらダブルチーズバーガーです。ハンバーグの中にもチーズが入っているため2種類のチーズが食べられます。一番人気のメニューです。ハンバーガーいただきます。私のスパイシーチキンバーガーです。こんなに辛さとかはなくて食べやすいです。美味しい。チーズバーガーです、うん、すごいチーズ入ってます。本当だな。美味しそう。トロトロ、うんうん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。自己紹介お願いします。はい、2年目の金沢蓮です。担当しているのは馬とラクダと羊、そしてバードパフォーマンスを担当しています。今日は、辛いのが食べれるということで、辛いのが好きなので頑張って食べたいと思います。1年目の向川瑞希です。まだ動物のこと勉強中なんですけど、もっともっと勉強してお客さんにいろんな動物のこと伝えていきたいです。今日は食レポ苦手なんですけど頑張りたいと思います。よろしくお願いします。唐辛子ハンバーグカレーとラッシーです。唐辛子がピリッとして後引く美味しさのカレーにジューシーなハンバーグを乗せました。甘くて美味しいラッシーと辛い唐辛子カレーの相性抜群です。いただきます。うん、しっかりカレーの味してるけど結構最初からピリピリきますよこれ。うん、辛いからラッシーがよく合います。辛いの苦手なんですけど。結構辛いよ。大丈夫かな。辛いですね、本当に。辛いですね。ちょっと苦手な方には。こちら唐辛子カレー以外にもメニューはあるので、
もうなんか5口ぐらい食べただけでちょっとじわじわと汗かいてきました。そうなんですね、それ相当辛いですね。寒い日とかに今日肌寒いからちょうどいいかもしれない。ごちそうさまでした。こちらビビンバうどんになってまして、4種類の野菜のシャキシャキとした食感にお肉、卵の旨味が効いた一品です。熱くてバテていてもつるりと食べやすくなっております。裏メニューとしてビビンバ丼もご用意しておりますので、がっつり食べたい方にもおすすめです。レジで丼にも変更できますのでいつでも来てください。こちらアルパカレーになってます。ポッカの看板メニューで食べてみて楽しめる一品です。大人でも子供でも食べやすい辛さになっています。スパイシーささみチキンになってます。柔らかいささみに唐辛子風の辛さが加わったカツになっています。辛さは少し強めになっていますので、辛いのが得意な方におすすめです。ただビビンバうどんの方いただきます。ひんやりしててすごい美味しいですね。もやしとかシャキシャキしてて夏にはすごいぴったりだと思います。そしたらビビンバ丼いただきます。うん、本格的で美味しいです。めっちゃ美味しい。アルパカレーもいただきます。じゃあこの顔の部分から思い切りがいい。いただきます。うん、さっきのカレーと違って、僕は甘いカレーで、お子様でも食べれるようなカレーだと思います。じゃあ、こちらの新商品のスパイシーささみチキンをいただきたいと思います。いただきます。うん、結構サクサクしてて、美味しい。スナック感覚で食べれる。全然、あんまり辛い。結構辛い。結構辛い。多分さっきのカレーで麻痺してるかもしれないです。さっきより辛い。はい。感じる。でも味付けはちょっと韓国風の辛さです。で、衣がすごいパリパリ揚げてるから食べ応えもあって美味しいです。そうですね、大人の方には辛いよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。王国に遊びに来てね。待ってるよ。